さあ、チャンシュー麺とラーメン3つにしました。じゃあこれでね、注文しましょう。はい、さあ、初めての金龍ラーメン、どうでしょうか、お味は。はい、来ました。私、チャンシュー麺、これハルくん普通のラーメンね。はい、でこれが付け合わせのやつか。よし、じゃ食べてみましょう。はい、あ、おいしい、おいしい、食べれるかな、たくちゃん。さあ、ではいただきまーす。そう、どう、はい、どうですか、大きいですか。おいしい。あ、どうですか、おいしいか。ペイちゃん、はい、うん、さあ、ごちそうさまでした。おいしかったです。じゃあ行こうか。よし、行こう。はい、ここはね、1階のねロビーになってるんですけど、見てください、めちゃくちゃ広々としたねロビーになってます。さあ、晩ご飯食べてねホテル帰ってきました。じゃあ今からですね、食べたね、ちょっと落ち着いてからお風呂にね行こうと思います。ここはね13階にお風呂があるそうですよ、大浴場がね。パパ、早く夜ご飯だよ。もう食べたやん、ね、ラーメン食べたやん、さっき。お腹すいて、ママ行って、ママ行って、これなんかここのバッグがさ、そっちに行ってもこんなふうに何ね、できんかった今。おし、あれ、なんで、お、お父ちゃんうまいや、貸してもペンやらして、あと1回やらせて、スマホ来てんねお前。貸して、タルちゃんもペン、ほら、オッケー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 、いいところ見せます。はい、ヤソン TV の視聴者の方、いいとこ見せます。はい、いきます。はい、ちんちんやん。じゃあ俺もできる。ここ、ここ、こうしよう、して全然飛んでないやん。俺も飛ばへんの、見てね。下手くそやな。違う、できる。下手くそやな。できんね。あ、うまい。さあ、お風呂行きますよ、今からお風呂。これ左です。
成所70期生合格のボートレース大好き芸人の増田岡田の増田です。ボートレースでフライングというのは、まあ、業界的にはねもちろんまあいいことではないんですけど、やっぱりどうしてもちょくちょく起こってしまいますよね。実況のガーッと言ってるよ。実況のガーッと言ってるよ。実況のガーッと言ってるよ。やっぱり実況の気がすごい。いやもう鹿児島さんはもう名物人ですよ。